おはようございます、ウィリーです。3月4日です。今日は金曜日ですね。また試乗したい病が出てきました。今日は初めての乗るんですけども、トライアンフです。はい、トライアンフのこれ新型の660タイガースポーツっていうんですかね、タイガースポーツと書いてありますね。まあスペックはね、もういつものように私はもうこの数字がこうだからこうなんだっていうことはもうわからないので、もうど素人のじいさんがこう感じたというだけの、インプレッションをいつもさせていただいてるので、今日もそんな感じでさせていただきました。足つきはね、かかとがちょっと浮くかな。身長175センチ、体重が80、クラッチを握ってセルが回る。これ660っていう排気量本当ですかね。もうなんだかすごく軽くてグイッと出ますね。でこれ3気筒なんですよね。3気筒、ずっと前にヤマハで 750cc で3気筒ありましたよね。それにね乗って以来ですかね。またがったといえばヤマハの MT の0909ですか、それには乗ったことはあります。またがっただけではね、わからないですね。これオンロード車じゃないのっていう感じですね。こう作りというか乗った感じがオフロード車が、スポーツアドベンチャーバイクのカテゴリーに一応入ってるんでしょ。で今日はね、なぜこれを試乗したのかというとですね、軽いバイクということと、それでまだトライアンフには一度も乗ったことが私ないんですね。ですからぜひ一度トライアンフに乗ってみたいなという、そういう気持ちを持ってきました。この排気量でよく回ります。なるほどなるほど。十分な加速ですね。これだけ加速できればいうことないですね。振り落とされそうな感じがしますね。それからサスのサスペンションですけども、電子制御が一切入ってない雰囲気ですね、これね。ですから自然、非常にノーマルな感じがしますね。ですからもちろん急制動するとノーズダイブお辞儀しますね。前が下がりますね。今もこれはどうなのかな。操作系について今感じたところですけども、クラッチが軽いです。これはもう何より、私バネ指っていう風に以前の元ブログでも言いましたが、指がねもうダメなんですよ、腱鞘炎で。ですからね、もうクラッチがこう軽いと、ワイヤーですね、油圧ではないですけども調整がうまくされているようで非常に軽いですね。なるほど。今ちょっとこう急加速とこうバランスをこうしてみて、揺すってみてるんですが、固めの味付けですね。いいですね。燃料系が真ん中にあって、数字で扇状にこうタコメーターにあってるんですね。これで表示が変わるって言ってましたね。なるほど。なるほどなるほど。いろいろ変わるんですね。メインが
信号が青になって発進しないと後ろから早く行けよとせつかれましたね。路面の突き上げをあまりこう感じないですね。軽いとね、それに対応して路面のそのショックをすごくこう感じるんですけど、これはどうなってるんですか。不思議なことにあまりそう感じないですね。感じません。まあ、揺れるは揺れるんですよ。全く揺れないはずがないので、全く揺れないなんていうことはありえないんで、揺れるは揺れるんですけども、いろんな方のね、トライアンフ3気筒のそのエンジンの乗り味についてこういろんなインプレッション動画をね、見てきましたけれども、予習してきたわけじゃないですよ。これまで見たことがあるという意味でね見てきましたが、3気筒のエンジンっていうのが4気筒のマルチエンジンの良さと、ツイン2気筒ですね、2気筒のエンジンのいいところをそれぞれこう兼ね備えたようなエンジンだっていうふうにねよくおっしゃられるんですが、そうですねそんなことがあるのというふうにいつもちょっと不思議な思いでそのインプレッションやねそういう説明を聞いてきたんですが、確かにそうですね。パンチがあるんですよ、ツインエンジン2気筒のようなガツンというちょっとこうトルクを感じさせるその加速感で、4気筒のようなその滑らかな吹け上がっていくような、そんな感じがねしますね。うまく言えないですけども、私今K1600GT という6気筒に乗ってるので、滑らかシルキー6、滑らかさっていうことについてはねよくわかるんですけども、それから250cc ですけれども単気筒のバイクにも乗ってるので、単気筒のタタタタタッとこう地面を蹴っていくようなねそういう加速感、トルクはね 250cc のことですからそれほどのものではないんですけれども、なるほど。今もちょっと今まだこれね、はい、なるほどなるほど、いい加速しますね。これは軽いですわ。いいですね。あとはね、私旅っていうかバイクに行って遠くへ出かけたい人なんですね。だからこの装備ですね、このシールドはこれ動くのかな。あ、動くんですね。あ、動きますね。こうすれば一番高いんですか。あ、なるほど。ちょっと風に対するどれぐらいのプロテクション防風性能があるのかちょっと見てみようと思います。今日はね穏やかな天気で風が吹いてませんからあまり分かれないかもしれないんですけども、ちょっとシフトミスなるほど、胸元のね胸のあたりの風の当たり方が変わりましたね。さっきまでと違います。はい、やはりこれはこのプロダクション効いてますね。なるほど。ここにギアインジケーターありますね。何速に入ってるのかななんてこれ案内してくれますね。最近のバイクね、どんどんこうになってきてますね。時計といいね、こんな風になってますね。色もこの色がなかなかなんていうんですかこれ褐色のねいい色ですよね。
マクドナルドが見えました。ここ左ですね。このトライアンフさんの店舗を中心としてですね、大きくぐるっと周回するのがこの、試乗コースだそうで、今最後のね左折をしてもうすぐ店舗の前に着くんですが、2周でも3周でもしてきてくださいなんて受付の方が言ってくれてるんですけども、まあそうはいかないですよね。もうはい、1周でいいです。なるほど。まあエントリーモデルとしてねいいんじゃないですかこれ。姿勢も立ってますし、ただちょっとどうですかね、足つきがね身長175というのはまあそれほど高い身長だと思ってませんけれども、日本人の平均身長が165だったか6だったか7だったかそのあたりですよね。そんなことを思うと、まあ私175だって偉そうに言ってますけど足が短いのでね。でこの軽さですから、まあつま先とまではいかなくても親指の母指球あたりまでつけば扱えそうな車重ですね。重くて傾いた時にあるいはちょっとくぼ地に足が入ってしまった時にヒヤッとすることはない軽さですね。踏ん張れそうですねこれならね。で話が途中になりました。このシールドがよく効いてます。はい、それでそのシールドだけじゃなくて、あとは私の場合はその荷物をどう積むのかっていうことですね。パニアケースの設定はこのバイクにはあるようですね。インターネット上の画像でこれにパニアケースを左右ね両側につけてツーリングしているタンデムでね、そんな動画というかポスターを見たことがあります。はい、もう着きました。非常にまあ軽くて乗りやすいバイクだということですね。これは初期設定ができるんですね、手でね。サスペンション、ロード5ですか、ミシュランの入ってますね。あ、これパニアケースつきますね。カシャっていうパニアケースのあれがありますね。なるほどなるほど。